で、これでよろしいということね。前回確かオセロット、オセロットを倒してですね、その後なんか、洞窟の方にね落ちてったんですよね。そこからスタートです今日はね。ということでコンコン監督ということで、ドアをノックしてご来場ありがとうございます。26番さんいらっしゃいませ。さてここはどこなんでしょう。うん、私できれば暗視ゴーグル的なものが欲しいんですけどね。まあこの放送で暗視ゴーグルといえばね、あのなんて言うんでしょうかね、まあ絶対絶命都市じゃなくて、最後日本兵を思い出しますけどね。どうなっとるんだこれは。画面が真っ暗で何も見えんぞ。皆さんの、多分ね画面の方でもねもっと見えないんだと思います。うん、茂ってるなということで何も見えません私も何も見えません。これなんかいるな、これ絶対なんかあるな。これちょっと見てみましょう。暗視ゴーグル、いやほんと真っ暗プレイですね。あ、マジか。よしよし、いや違います、暗黒放送をやりませんよ。私はあのそういう暗黒放送をねしてる方とは違いますから。あのこれつけて、じゃあちょっとだけ明るくしてみようか。これで、あ、ちょっと明るくなった。うん、でもこれいいんだろうかこれでうん、いいんでしょうか。一応タバコをつけると周りが明るくなりました。わかりました。31なんでネタバレするのってこと。そうですね、まあネタバレをねしてしまうのはね私思ってしてるんでしょうけど、うん、まあ私もねあんまりあのネタバレコメント見てもねあんまり気にしない人なんで大丈夫だと言えば大丈夫なんですけど、うん、ちょっと待ってくださいね。お、こっちかな、行ってみようかな。で、しゃがむ、出発。一応画面の方見えてるんでしょうか。なんか穴があったんでね入ってみました。あ、カエルがいますね。カエル初めてだ。オッケー。メタルギアは全部戦績もんでしょう。あ、そうなんですか。あ、まあそうですね、ネタバレをねしてくださる方がね無線の先にいるんで、まあ、もし本当に困った時はねちゃんとそういった無線を使おうかなと思っております。オットンガエルってなんだ、何のことだ。うーん、オットンガエルっていうのがいるんですかね。あ、なんかいる。よし、画面見えてんのかな、そこだけは心配。少しでもね、まあ、何かいるな的なものすら分かってくれればね私はいいんですけど、ちょっと明かり、月明かりでもいいんで入ってこないかな。さてやってきました。あ、地面は見えるあれは見える、あのスネークさんは見える。あ、こっちかな、それともこっちかな。ちょっとマップを見よう。マップで確認。あ、これ上だな、上に行く感じかな。でも下にも行けるな。上にちょっとなんか変な場所があるんでちょっとそっち行ってみましょう。なんか穴がちょっとポコッと出てる場所がね地図上にあるんでそこに向かっていこうと思います。ちょっとこれ死んじゃうんで和骨ということで、ヤギさんいらっしゃいませ。ちょっとこれにしてすいません、ちょっとね喉の方調子悪いです、申し訳ないです。こっちになんか穴ぼこがあるみたいなんでそっち行ってみましょう。ちょっとなんかないかな。本当に真っ暗ですね。これダメだな。ちょっと明るくしましょうかね、少しだけね。さすがにこれはちょっとまずい気が私もしました。なのでちょっとだけ明るさ上げます。8ぐらいにする？大丈夫、大丈夫です。いや、一応8にしました。またね、外に出たら5にしましょう。もともと明るさ5でやってたんでね。チートじゃないですよ。私の、見てる画面は暗いままなんで大丈夫ですよ。こっちかな？あ、結構進めたな。穴があると思ったら結構先がありました。あ、こっちが正解ルートか。じゃあ、一旦戻ろう。なんか、いろいろアイテムがあるらしいぞみたいなこと言ってた方もいらっしゃるんでね。ちょっとだけ見に行きましょう。私もね、アイテムはね、好きなんでね、ちょっと拾いに行こうと思いますよ。ここは立っていいんだ、人がいないから。で、こっちですよね、降りましょう。はい、和骨ということで46番さんいらっしゃいませ。ただいまね、メタルギアソリッド3スネークイーターの方やっております。
まあね、ここに何かアイテムがあるらしいぞ的なことを言ってた方がいらっしゃったんで、ちょっとだけね、探索の方しております。こっちアイレム大好きですよ。うん、アイレムは大好きです。でも潰れちゃいました。潰れたというかゲーム業界から引退しましたからね。残念です。あれ、こっちの道も結構長そうな気がするぞ。あれ、やばい、これ迷子になるけ。あ、繋がってるんだ。あ、なるほど。あれ、これ戻ってきちゃったの。マジか。ちょ待てよ、シゲルート爆心中ですけど、ちょ待てくださいよ。マップ表示だともう一個穴があったみたいなんで、下にね、ちょそっちに戻ってみようかな。ちょ暗くてよく見えないかもしれません、今日はね。すいません。でも少しは見えるのかな。で、ここにも穴があるんですよ。これ何なんだろう。何ここ、あれ、もっと下があるぞ。ちょっとマップもう一回見てみよう。これ迷っちゃいますね。あ、もう一個マップになんかルートがあるな。とりあえずこっち行ってみようかな。じゃあなんかないですかね。あ、穴がある。じゃあこっちの下は、下行ってみよう。下に降りてみました。でもアイテムらしきものは、あ、アイテムあった、あったよ。バッテリーと AK。 おー、やりました。これあれじゃない、アサルトライフルってやつじゃない。ゲットしました。ということで監督ワコチューチューということで、49番さんいらっしゃいます。主観で構えて L1 ボタンで片付け小銃、ウィンドウ開いて三角ボタンでフルセミをこう切り替えていきますよと。何のことだろう、これのことかな。ちょ待てよ、まずしゃがんで、でシュッシュッと、マッシュルーム、マッシュルームはゲットしましたよ。マッシュルーム、明かりをください、明かりをくださいですよ。はい、やよついてたということで、あ、たまごみさんいらっしゃいませ。うん、あと和光ということで52番さんもいらっしゃいませ。カラシニコフって言うんですよね、 AK なんとかね。私もあんまりよく知らないんですけどね、知ったかしておきましょう。で、あ、なんか結構綺麗なとこ来ましたよ。何ここ、なんだここ、あれ、こっちが正解ルートなのかな。まあちょっと行ってみましょう。なんか水があります。ん、ナイトビジョンないんですよ。ということでルーラーさんいらっしゃいませ。ありがとうございます、肯定反応をね。あと和骨ですということで58番さんもいらっしゃいませ。あ、水の中に入りました。あ、そうなの、すごいな、そういう演出もあるんだ。ちょっと確かに明るくなってまいりました。これ何、ここ、ちょっと大丈夫これ。一応ナイフだけ装備しとこう。ナイフが使えない、マジか。そうですよ、地図見ないとね、これ積んじゃいます。なんかカエルがいるな、カエルがいる。カエル以外はいないのか。あ、でもなんか怪しいですねこれね。あ、なんかあっちが明るいぞ。ちょっと待ってよ、ちょっと潜って行ってみましょうか。ちょっと難しいなこれ。ワコーという稲妻さんいらっしゃいませ。まあ、難しいっていうのはね、その道を選ぶのが難しいなって言ってるんですね。道が2つありますね。うん、観光気分ですよ私もね。じゃあちょっと潜ってみましょう。確か三角ボタンじゃなくて×ボタンで潜るはずで、行く、ここ、ここ、穴がある、穴がある、行ってみましょう。これどこに繋がってんだ。潜っております。ただいま監督ね、潜水中でございます。はい、もう素潜り監督ですよ。なんだ穴があると。あ、大丈夫か。あ、なんか回復アイテムをゲットしたのかな。ということで、いや大丈夫でしたよ、なんとか大丈夫。窒息は免れました。明るい、明るい、明るいぞ。あれ、でも穴がここまでしかないのこれ。うん、どうも監督ということで、ゆうきさんいらっしゃいませ。あれ登れないのかなこれ。上見て、そうなのかな、ちょっと見てみる、もう一回。いや全然違うところみたいですよ。うん、レーションだけみたいですね、残念。まあ一回じゃあ戻るか、もう一回戻りましょう。じゃあね、バツボタンで潜る、でここに穴入っていく、行きましょう。
いや結構ここのねマップ迷路みたいになってますからね。いやワニがいたら怖いですね。まあでも今のところいないみたいですよ。あとなんかこういう地下のか、やばいやばい死ぬ、危ない、危なかった危なかった、死ぬとこだった、ちょっと待ってくれ、死ぬとこだったぞ今。ちょっとこの下に何かねな、あるのかもしれないなと私ちょっとそういう予想してみました。ちょっともう一回潜ってみましょう。こういう深いねところの、いやめっちゃ減りました、びっくりしました。ちょもう一回行ってみましょう、地下深いところに何かいないのか。あ、なんかおる、よしちょっとやってみよう。で撃つ、オッケー、取りに行こう。よし、で何何ゲット、オッケーオッケーオッケー、フィッシュゲットしました。うん、他に動物はいないんですかね。なんかここにちょっと期待してたんですけどね私ね。まあないみたいなんでこのまま泳いでいきましょう。キャー、遅刻、ごきげんよう和骨ですということと、あとヤーマン監督ということで、監督の夢放送希望さん、そしてハトムキさんいらっしゃいます。今ねちょっと、前回オスロと倒した後のね、に蜂がいっぱい出てきたんで、そうですね食べてみましょう。よし、じゃあちょっと食べてみましょうかね。フード、前回ねもうねハエがたかってるやつがいるんで、こいつらちょっとね、なんだろうこれ、おろしゃ光がっけ、ゲットしましたよ。なんだろう、まあとりあえず食ったことないやつ食べてみよう。うん、あなたこんばんはということで、うんすいさんいらっしゃいませ。とりあえず食べてみました。またこの映像か。一応これはねハエがたかってないんで大丈夫でしょう。お腹の方は壊さないはずです。うん、ちょっとあなたはね口から物が出てる。うん、まあ生で食べるっていうのがねちょっと信じられませんけどね。大丈夫かなこんなの食べて、ちょっとね、心配になります。わかりました。うん、光だけ、そうなんですか。んー、じゃあちょっと皆さんがそこまで言うならね、私も要求の方に答えましょう。話を聞いてみよう。じゃあパラメディックさんはこれかな。キングコブラをキャプチャーしたのね。あら、違うやつになっちゃった。キングコブラはもう世界最大の毒蛇よ。うん、体が大きいから注入できる毒の量も多いの。なるほど。ゾウですら噛み殺すと言われているわ。マジで。性質もとても凶暴だから注意して。わかりました。キングコブラさんね。噛まれて毒液を注入されたらライフがどんどん減っていく。あ、私何回かそれ経験しました。噛まれたらすぐにサバイバルビュアーのキュアで血清を注射して。なるほど。キングコブラの主食はヘビと言われているわ。いや、すごいですね。キングコブラって分かった。あれですね。主食がヘビってのはあなたの方だったみたいね。あら、なるほど。褒めないでくれ。資料によればそれなりに美味しいらしいわ。あー、そうか、そうなんですね。実際食べた人いるんだ、すごいな。まあこういうのは説明が長いのはねお決まりですよ。あと光ゴケかなんかを取った時になんかしろみたいなこと言ってましたよね。じゃあそれを後でやってみよう。でとりあえずじゃあその光ゴケかなんかが生えてるの探さないといけないな。めっちゃ、あ、サワガニがおる。やっちゃおう。オッケー、カニは美味しいんじゃないかな。クラブって出ましたね。いや、聞けないんじゃないかな。なんかその光ゴケを取った瞬間に聞かないといけないんじゃないかな。ないかな、光ゴケ。あ、キノコか、光キノコ、キノコ、ちょっとよくわからんけど、もうないのかな、そのキノコ。あ、聞けるんだ。どうやって聞くんだ、これで。取ってから、ちょ待てよ。これか。あ、そうなんだ、キングコブラ。オッケー、そういうことか。ストックが溜まってるから何回か。あ、ほら、本当だ本当だ、いろんなやつが出てきてる。アメリカ大陸原産の毒蛇よ。うん、とても強い神経毒を持っているから噛まれないように注意して。わかりました。
噛まれたらすぐにサバイバルビュアのキュアで血清を打って治療するのよ。はい、わかりました。サンゴヘビの鮮やかな赤と黒の模様は警告色よ。なるほど。目立つ色と模様で猛毒を持っていることを知らせることで他の生物に攻撃をやめさせる効果があるというか。まあまあ海外じゃね、まあラッパーの格好とかしてたら、ね、あの銃をね、あの腰のところに隠し持ってるっていうことをね、表してたりするらしいんだよね。サンゴヘビにもミルクヘビっていうとてもよく似た無毒のヘビがいるよ。なるほど、ミルクヘビってやつゲットしてみたいな。聞いてなかったでしょう。聞いてなかったでしょう。ああ、あら、バレちゃった。じゃああなたが興味を持ちそうな話題に移りましょうか。はい。味か。なんですか。あ、来ました来ました。サンゴヘビはそれなりに美味しいらしい。結構グルメなんですね。それなりか。グルメ。ああ、エイトマイルの知識ですね。なるほど。まああれもラッパーの映画なんでね。確かにそこからそこにもあるのかもしれませんね。そういう表現がね。うん、関西のおばちゃんは危険か。まあ確かにね。まああれもアニマル柄の服着てますからね。で、ちょっと待って、もう一回マップ見てみよう。間違って違うとこ行ったらえらい目に遭うんでね。これ戻ってきた感じかな。よしよし。まあなったらいいや。で、こっち行って水の中、あれなんかおるな。あ、変えるか。よし、行ってみよう。結構ね、なんか普通に泳いでたら死んじゃうんで、ちょっと待って、一回上がって。こっちになんか穴があった。今下見たら、あの穴は表示されてんのかな。あ、さっき行ったところか。あれ、なんかどっかで私間違って帰ってきちゃった。これ申し訳ないです。ちょっともしかしたら間違ってこっちに帰ってきちゃったかもしれません。あれ、どうなっとんだこれ。あれ、ちょっと上がれない、上がれないよこれ。マジか。お前スネーク、これぐらい上がってくれよ。おいスネーク、頼む。スネークが大変だ、上がれない。ちょっとスネークさん、上がって上がって。ネイキッドで何？ あったあったあった。オッケーオッケーオッケー。あ、ネイキッドで裸ってことかな。やってます？裸。これかな？-20。大丈夫かな？あ、いっぱいいろんなカモフラをゲットしたみたいですね。アニマルとかもありますよ。監督スネークは どんな？かっこいい。超かっこいい。これにしようかな。うん、かっこいいですよ。ということで、監督スネーク和骨です。ということで、駅殿さんいらっしゃいませ。これいいじゃん。大阪のおばちゃんスタイル。あ、これオセロット迷彩っていうの？大阪スタイルですよ。今日は大阪スタイルでいきましょう。じゃあね。私もちょっと大阪弁喋らないといかないな。あれ、こっち来たのにな。ん？かっこええやん。ほんまこれかっこええやん。よし、登れないな。どうしてやったら登れるんだ。そんなこと言わないでくださいよ。なんか登れないっすね。あれ、大阪スタイルということで100万ゲットおめでとうございます。いらっしゃいませ。あれ、ど登れないぞ。やばい、はめられたかこれ。どうしよう。まあ、いっか。いや、欲しくないでしょ。本当にいいですか。ちょっとマップを確認しましょう。私またもや迷子ですかこれ。こっちに行く感じか。はい、和光ということで、ホワイトチョコさんいらっしゃいませ。じゃあ行きましょう。で、まずこっち行って、で、穴があるんでその穴に入っていく感じ。よし、ここに入っていくんじゃないかな。え、違うかな。ちょっと待ってよ、やばいぞ本当に。迷子だこれ。左に行く、いや右に行くんだな、右に行くんだな。オッケー、右に行こう。迷子になっております。私監督ただいま迷子になっております。非常に危険な状態です。はい、挨拶ミスった改めてワコトークということで、ホワイトチョコさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。で、こっち行って、で、どうすんの？こっちじゃないな。こっち？じゃあこっちで合ってんのかな？あ、結構広いですね、ここね。もう一回マップ見よう。迷子になってね、ちょっとずっとここにいましたみたいになったらまずいんでね。
ッケーオッケー、ここまでは来たな。で左行って奥に行く。よし、左で、あとその光ゴケとか、ん、そうですね、カニがめっちゃいますよ。わ、また水か、水が多いな。ここ、こっちは左に行けないから一回戻る。カニ鍋、うん、カニ鍋な。そういえばそろそろね、冬の季節ですからね、カニも美味しいかもしれませんけどね。まあ今は秋なんで、どちらかというと枝豆とかキノコとかそういう系が美味しい季節ですよね。松茸なんかもね、食べれる時期ですよ。ちょっと倒しとこうかな。あら、ヘビがおる。よし、で、よし、なんか出たぞ。サンマいいですね、秋といえばサンマ、スネーク。で、あ、ここにアイテムがいっぱいある。で、光ゴケもゲット。いいですね、マツタケとかあったら食べたいですね。グレネード、あとバレットもゲットしましたよ。あとなんか骨があるぞ、これ大丈夫？骨がある、誰かここで死んどる。マジか、ちょ待てよ、これ私の後の姿じゃないですよね。怖いな、戻ろう。ちょ待てよ、私迷ってんのこれ、なんで？さっき行けたはずなのに。やばい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 、戻れ戻れ、また奥まで来とる、間違って奥まで来ちゃった。いや、先客がいましたよ。やっぱ蛇に噛まれて死んじゃったんですかね、恐ろしい。で、ここしゃがんでいく。でもアニマル迷彩でも 40% のカモフラ率をね、してるみたいですね。結構隠れてますね。いや、皆さんね、名人様はですね、まあ、基本的にはですよ、別にそれをディスってるわけじゃないんですけど、そのネタバレ度が高いことほどね、ネタバレしたがるんで、こんな迷路みたいなところでね、こっち行きなさいとか言うぐらいじゃね、全然ネタバレじゃないんでね、ネタバレしてくれません、残念ですね。まあ私もね、結構いろんな放送見てるんでね、そういうことはね、もう承知済みでございます。さて、立ちましょう。で、こっちだったっけな、こっちにまだ行ったことないのかな。よし、で、結構いろいろアイテムゲットしましたからね。あ、本当ですか、ありがとうございます。で、こっち行きましょう。でこっちですよね。お、行けた行けた。どうやらマップが切り替わるみたいですよ。この学校で外出ていいのかな。チェルナヤピシェラ主導ということで、あ、そうですね、スタミナ確かに減るの早いですね。ストップした方がいいの、大丈夫、食べとこうか。じゃああとこれを聞いておけって言われたんで聞いとこう。で、これかな。台湾コブラをキャプチャーした。いろんなヘビを先にゲットしてたから、台湾コブラはいっぱいこの話が聞けちゃうよ。台湾や中国南部などに生息しているヘビよ、性質もかなり凶暴だし強い神経毒を持っているから気をつけて。コブラってキングコブラ以外にもいろんな種類があるんですね。サバイバルビュアーのキュアで血清を注射するのよ。はい、あ、これだけだ、よし、短かった。アミメニシキヘビをキャプチャーしたのね。アミメニシキヘビは世界最長。めっちゃヘビの種類の説明になる。大きいもの、これヘビの博士にさせるつもりか俺を。ということで、ミキさんいらっしゃいませ。とても危険なヘビだから注意して。すごく凶暴な性質で、鹿や豚みたいな大型の動物を丸飲みにしてしまうそうよ。すごいな、それ。アミメ状の斑紋が特徴的なんだけど、はい、その模様はとても効果の高いカムフラージュになっている。飛ばせますよ。噛みつかれてから気づくなんてことはない。でも飛ばしたらいろいろ言われちゃうんだよね。アミメニシキヘビがいそうなところでは周りに一応だから、ヘビに対しては大きなヘビだけど麻酔銃を使えば生け捕りにできるはずよ。ちょっと待てよ、味食べるけどね、当然だろう、共食い。何も言ってない。汁によれば喜んでかなり美味しいらしいわよ。それは楽しみだ。てんてんてん。んで、マルーンシャークをキャプチャーした、ね、マルーンシャーク、なんだ、そんなんゲットしたか。マルーンシャークは主に東南アジアの方で見られるからよ。いや、わかんない。味美味しいらしいですよ、さっきのやつ。鯉の仲間、あ、鯉の仲間なんだ。レッドフィンドシガーシャーク、うん、リバーバーブ、いろんなんいるんですね。飛ばしましょう。なるほど。で、味は白にそれよればそこそこ美味しいみたいよ。ただ脂っぽくて小骨が多いとか。大丈夫だ、そんな小さなことは気にしないでしょうね。鯉食べれますよ。うん、でもその美味しいかどうかは分かりません。ということで、スネークということで、130番さんいらっしゃいませ。
皆さん、落ち着いてください。大丈夫ですよ。2周目はあんまりするつもりはないですけど、まあ、その、気にしないでください。大丈夫ですよ。毒は持ってないけど、ハサミで攻撃されたら、ちょっと痛いかもしれない。なるほど。一応気をつけて。なるほど。で、もちろんうまいんだろうな。お、また聞いてますね。どうしてもちろんなの？だってカニだろ？お、聞いてますけど。カニはうまいじゃないか。どこが？カニ嫌いなのか？当たり前でしょ。どうして？どうしてって。めっちゃ話盛り上がってる。あれ食べ物って言える？紫と黄色のだんだら模様で猫のおしっこみたいな匂いがして。え？まあ私の好みはどうでもいいわよね。資料によれば。嘘、美味しいらしいわ。美味しいですよ。まあ食べたかったら食べればいいんじゃない？私は絶対食べないけど。ああ、まあね、海外じゃね、そのカニっていうのはその食べるものじゃないっていう認識のところが多いらしいですからね。オットンガエルをキャプチャーしたのね。オットンガエルはずんぐりした大型のカエルよ。いつ出てくるんだろうこれ。食用としても知られてるからキャプチャーするにはいいかもね。だいぶ言われちゃってますね。オットンガエルはもともと日本の奄美大島固有のカエルなの。結構面白かったですね。時々面白いのが混じってるんですね。とても珍しいカエルなのよ。へえ。そうか。ところでさっき食用としても知られていると言ったら、また同じこと言ってる。かなりうまいんだな。あ、本当ですね。そうみたい。日本の人はみんなオットンガエルを刺身やすき焼きにして食べるそうよ。食べてねえよ。本当か。おいおいおい、嘘教えるな。おい。ポンか。違う、ちょっとスネーク、そこで親近感湧くんじゃねえよ。ちょっと待って待って。確かにいろいろ日本人食べるけど、海外じゃね、ダメって言われてるもの。シベリアヒトヨタケを取ったのね。あ、シベリアヒトヨタケ。シベリアヒトヨタケはヒトヨタケの仲間のキノコよ。いや、おろろろろろろろですよ。胞子が成熟すると、すぐに傘の周りから液状化して溶けてしまう。これ違うな。だから、ヒトヨタケ。ねえ。そう。まあ、本当に一夜で溶けてしまうわけじゃないけど。そうですよね、知りませんよね。カエル食べるところあるとは聞いたことありますけど、だがあまりうまくなかったな。あ、食べちゃったのも。でもお酒を飲むときは食べないようにね。あ、なんで？どうして？お酒を食べると人よたけにはコクリンが含まれていて、それがアルデヒド脱水酵素の働きを阻害するの。酔っちゃうんだ。アルデヒド脱水酵素の働きを阻害しちゃうんだって。それでアルコール分解が進まずにアセトアルデヒドが蓄積されてしまうのよ。すぐに酔えるってことですよね。ひどく悪酔いするってこと。そうか。しかし、何？しかし、君は俺が作戦中にも酒を飲むと思ってるのか？飲まないの？当たり前だ。私、飲んでるけど。マジか。おい、パラメディック。勝手に飲むんじゃ、冗談かよ。もう、やきもきするな。うるせえ、ユーモア俺は分かってるよ。なんてこと言うんだこいつは。ユーモアのない人ねなんて言われましたよ。腹立つな。確かに私人よりね、なんか笑いのなんかツボがおかしいとは言われますけど。クソったらが激おこですよ。あ、おろした光が来たよ。暗闇で光るキノコなの。なるほど。どうしてキノコが光るの？これ気になりますね。ホタルとかと同じ生物発光。はい、監督だな。今ではお帰りなさいませ。何の子さんいらっしゃいませ。簡単に言うと、ルシフェリンがルシフェラーゼと MG2 プラスの存在下で参加して、わからん単語いっぱい出てくるよ。オキシルシフェリンと二酸化炭素に分解されるんだけど、ちょっとこのオキシルシフェリンの日本語喋れこの野郎。電子的に冷気された状態にあって、それが規定状態に戻るときに光が放出されるわけよ。わかった？いや、全く。何今のわかった？腹立つな。ところでそのキノコ、食べたらバッテリーが回復するか？アホなこと言っとります。スネークさん条件、こんな感じのことを私言いそう。スネーク、あなたのバッテリーは携帯電池なの？マジか、ガチ返しだよ。細胞間の電位差を利用して発電するの。生物発光のエネルギー変換効率の高さはよく知られているけど、ガチ返ししてきた。それはあくまでタンパク質と酵素による化学反応で、つまり回復するってことか。もうそれでいいわ。そうか。まあ今の話はね、まあ単純に言いますと、要するに生体の中で、まあ生体反応っていうか活動によって、物質のね、あの原子の中の、まあ電子殻ってのがあって、その周りを回ってる電子が冷気してね、そこから一回その一度上げた冷気された電子が、まあなんていうんですかね、不安定なんで落ちてきてね。そこで発光するそうですよ。まあわかんないですね、皆さんもね。まあ私もそこまで深くはわかりませんでした。というわけで食べてみましょう。よし。
わかりません。食べてみましょう。じゃあね、それこれを食べた後もう一回連絡しろって言ってたんで、これですよね。おろしゃ光だけ。よし。あ、なんか待て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 、これ出とる出とる、下見て下見て。おろしゃ光だけ食べたことはないがバッテリーが回復するらしいってね、スネークさん思ってるみたいです。かわいいですね。まあ食べてみましょう。じゃあね、よいしょ、食べちゃおう。わらわら、うん、何、うんだけ、うん、まあ、いっか。じゃあうんって言ってましたからね、一応電話してみましょう。本気かよ、わらわら。回復した、わらわら。結構本気にしてたみたいですね。回復したの本当に。ちょっと連絡してみよう。じゃあした、しました。パラメディック、はい、何、君の言った通りだった。君の言った通りだった。何が、はい、おろしゃ光だけを食べたらバッテリーが回復したんだ。え、どうした。いえ、それはよかったわね。驚いております。スネーク、ちょっと失礼していい。おう、あら、ね、今の聞いた、ね、今の聞いた。ああ、生物発光する、ね、やばいやばい、スネークさん傷ついちゃう、こんなの聞いたら。どういうことかしら。ただの思い込み。聞こえてるぞこの野郎。プラシーボ効果。プラシーボ。あの人かなり単純っぽいしな。おい、うるせえこの野郎。そんな扱いなのか俺は。信じさせておきましょうか。そうひどい扱いだ。スネーク、お待たせ。うん、待ったよ。うん、パラちゃん。おろしゃ光だけは光るキノコだから、食べたらバッテリーが回復するわよ。そうですね、プラセボ効果言うてましたからね。うんって言ってましたね、スネークさんね。傷ついちゃいますね。うん、そうですね、脳まで筋肉でできてんじゃないかって言われちゃってますよ。で、さっきのところに何か、忘れ物があるみたいので拾いに行こうかな。じゃあ何があるんでしょうね。ちょっとありがとうございましたってことね。結構楽しめましたね。あ、なんかある。バグジュース。何バグジュースって。バグジュースってなんだろう。こういう小ネタいいよね。バグジュースってなんだ。そうですね、小ネタ面白いですね。あ、虫除け剤もあるんだ。それでじゃあ、あ、蜂とかもこれで倒す、いけるのかな。あ、いっぱい落ちてる。あ、あれ、いや、バグってもそのバグじゃないんだけど、思うんだけどな。はい、和骨です。ということで、ナポリンさんいらっしゃいませ。あれ、どこだろう。滝の近くになんとかとか言ってたからな。ちょっと滝の近くにだけ行ってみようかな。じゃあでもないような気がするんだけどな。結構探したはずなんですけどね。まあ一回じゃあ滝降ります。もう一回だけ。仕方ないな。よし、降りました。滝の近く、やっぱ滝の裏にね、何かがあるっていうのはね、基本的にこういうね、日本のゲームの鉄則ですからね。というわけで、和骨でありますということで、210番さんいらっしゃいませ。そして、ナポリンさんいらっしゃいませ。どこだろう。あ、あったあったあった。これじゃないかな。一応これゲットしとこう。あ、なんかあるよ。あ、松明、松明。オッケーオッケーオッケー。松明ゲットしたよ。松明これで明るくなるんじゃないかな。どうなんだろう。松明、松明、松明どこ。松明トーチこれかな。で AK でグレネード、うん、体罰じゃないよ。そんなことする人いますけどね。まあ最近そういうの問題になってますけどね。まあ体罰が全ていけないとは思うんですけど、まあ何ていうんですかね、まあ昔の教育方法だったらね、体罰っていうのをねよく使ってたみたいですけどね。よし、じゃあこっから行くんだったっけな。こっちだったっけな。あ、ということで、家をついてましたってことで、ミユさんいらっしゃいませ。あれ、ちょよし行くぞ。こっちかな。これで見えるようになるのかな。違う、体育じゃない。松明台風じゃないね。台風結局来なかったですね。いろいろね、あんまり来なかったんじゃないかな、みんなのところも。どうなんだろう。で、松明使いますよ。まだ今これ、今あれじゃないですか、フォーク前進してるから必要ないかなと思ったんですけど、違うんですかね。いやでもスネークイーターの本当の意味って、本当にこの あのスネークを食べてるからってことなのかな。で、松明、これで、オッケー、立って。やばい、燃えとる。大丈夫か、大丈夫か。よしよしよし。で、
めっちゃ上がる、めっちゃ上がる。お、今までのが嘘のような明るさだ。大丈夫かこれ。いやもう聖火ランナーごっこみたいなことになってますけど、大丈夫かこれ。あ、何これ、いっぱい出てきた。おらおら、燃えろこの野郎。コウモリ、コウモリが出てきたよ。ちょ、コウモリ倒したいな。ちょ、コウモリ殺してみようかな。コウモリ、よしよしよし。あ、バット、バットマンゲット、バットマンゲットで、危ない危ない、死んじゃう死んじゃう。ちょ、逃げて逃げて逃げて。で、ちょ、次のところ行ったら食べてみましょう、コウモリね。一匹ゲットしましたよ。いや、本当にそういう風に見えますよね。オッケーオッケー。で、ここはどこだ、初めて来るところか、合ってんのかな。オッケー、初めて来るところ。ダメですダメですよ、そんなことまだ言っちゃダメですよ。で、なんか本当の意味は後からわかるって言ってましたからね。一応食べてみましょうかね、バットマン。どんな味なんだろう、楽しみですね。よし、治水コウモリ、食べたことがないので味はわからない、食べてみよう。まずい。おっと、まずかったか。で、他に食べたことないやつはこれかな。あとこれも食べたことないな、これも食べてみよう。スネークの殻うま、なかなかうまい。お、なかなかうまいって言ってましたね。なかなかうまいって言ってましたよ。やっぱカニは美味しいんですね。よし、じゃあ行きましょう。で、こっちがどうやらルートには表示されてないんで、こっちちょっと行ってみようかな。コウモリ美味しくないかったみたいですね。はい、初見ということで234番さんいらっしゃいませ。ただいまね、スネークさんがまあいろんな料理を食べてね、味をね、寸評の方しております。うん、それがねこのゲームの主体じゃないんですが、非常に面白いね一つの要素だなと私今思っておりますよ。さて、だいぶ慣れてきましたね。あ、やばいやばい、いっぱいおるよ、いっぱいおるよ。 M37 12ゲージのショットガン、あ、ショットガンをゲットしましたよ。で、あ、本当ですか、ありがとうございます。というわけで、ありがとうございます、ね、コミの参加の方ねしてくださるということで、うん、で、ナイフに持ち替えました。はい、軽やかに和骨ということで、236番さんいらっしゃいませ。あ、そうなんですね、なるほど。シャッガンということでね、ショットガンのこのシャッガンっていう人いますよね、よくね。で、こっちでいいのかな、なんか勝手に言ってますけど大丈夫なんでしょうか。そうですね、いい武器いっぱいゲットしましたよ。この洞窟すごいですね。そして出てきましたよ、こっちは何なんでしょうか。で、立ち上がっていく。あ、そしてね、コミュニティの参加の方ありがとうございます。どうやらまあいろんなカモフラージュ柄もねゲットしてるみたいですね、今ね、スネークさんね。ここはどこなんでしょう、ちょっとマップを見てみましょう。あれ、こっちだけが正解ルートじゃないのかな。ちょっと向こうにもアイテムとか落ちてそうだからな、気になるとこですけどね。まあ、とりあえず行ってみましょう。そうなんですよ、初見スネークぶらり食べ歩きの旅ということで、242番さんいらっしゃいませ。いろいろね先ほど食べてみたんですが、いろいろ聞けてね楽しかったですよ。光ゴケってやつをね食べたんですがね、スネークさん、パラメディカルの方からね、無線で連絡ができるパラメディカルの方にですね、ちょっと間違ったことをね教えられてしまって、バッテリーが充電、あ、そうなんですよ、あ、苔じゃないそうか、光だけかな、うん、それを食べたんですけどね、バッテリーが回復してる、すると思って食べてね、食べたら本当に回復しました、びっくりしました。で、こっち行って、ここかな、まだかな、結構長いなここね。お、出てきたかな、立って立って。じゃあ、で、ここはどこだ、マップを確認しましょう。あ、どうやらここを右から行ける場所と左から行けるのがあったんだな。じゃあ、一応松明に持ち替えて、で、立って、こっちに一回戻ってみましょう。うわ、いっぱいアイテムがある。何ブレッツ、これでどうやるんだったっけ、ちょっと待ってよ。光ゴケっていう芸人がいた、あ、そうなんですかね、ちょっと待ってくださいね。武器の使い方ちょっと確認します、すいません。トーチどこあった。で、トーチの使い方が出てこんよ、どうやって見るんだったっけ、どうやって見るんだったっけ。トーチ、これか。丸ボタンを押すと振る。 OK、 了解。 OK、
これでいけるかな。これ倒してるの？倒せれないのか。ちょっと倒せるのかなと思って期待して振ってるんですけど、全然倒せません。なんか狂った人みたいになってるけど大丈夫これ。スネークさん、スネークさん落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。これ全然進めねえし、ちょっとに走った方がいいんじゃないかなこれ。あとは武器はないみたいですね。お、確かにね、なんかえマジで、あ、そうなんだ。じゃあこっちかな、もう一回行こう。おしおし、確かにね、なんかあのオタクの方のダンスみたいに見えましたけどね。うん、でこっち行って、でもやっぱああいうのにね命かけてる人もいますからね、あんまり悪く言うのは良くないんじゃないでしょうかね。さてじゃあ行きましょう。あ、出てきたぞ。どこだここは。いじりました、あの明るさをいじりました。ちょっと明るくしないと見えなかったんで明るさをいじりました。あ、ムービーですか、かっこいいですね。お、また蜂が来た。大丈夫かこれ。花欲しいということで、花欲しいなんかのご来場いつもありがとうございます。ということで254番さんいらっしゃいませ。ようやく捕らえたぞ。やばい、見つかってた。蜂が来た。ザ・ボスの息子たち。我らはザ・ボスの息子たち。やばい、セーブしないぞ。俺はザ・ペイン。俺はザ・ペイン言うてますよ。誰だお前。お、なんだそれは。ダンスか。ということで和骨ということで259番さんいらっしゃいませ。あと本名田中さんもいらっしゃいませ。スネーク、スネークということでありがとうございます。お、ペインって言ってましたよ。最高の痛み。お前大丈夫か。手が行くぞ。なんだろう、どうする、これどうする、いきなりボス戦やばいよ、助けてー。ちょっと待って、何これ、どうやって倒すの。トミーガン、何これ、倒そう。待てよ、まず逃げる、まず逃げる、ここに隠れる、まず OK で、ちょっと待てよ、煙が苦手、じゃああれを使うのかな。まあそれはいいとして、ちょっと待てよ。あ、ということでゴン太郎さんね、固定反応ありがとうございます。ちょっと待てよ、私なりに考えました。まずはね麻酔ガンを使って眠らせる作戦に行きましょう。違う違う違う、起きて、そっちじゃないよ。ちょっと待てよ、で三角ボタンで登って、で構える、で構える、よしやるで、はい、オッケー、ペイン、ペイン、ペイン、撃てます、ペイン、撃てます。な、何あれ、脱せ、何あれ、グレネード、グレネード、逃げて、潜ったよ、一回潜ってみた、一回潜ってみたよ、これで大丈夫じゃないか。なんで、なんで食らうのよ。ちょっと一回もう出て、でまた登る、よし、作戦通りで撃つ。お前寝ろよこの野郎。ペインじゃねえよこの野郎。何がペインです、自分の名前言ってんじゃねえよ。おい来いよ、来いよこの野郎、グレネード来いよ。何あれ、やばい、で潜る。オッケー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 、食らってない食らってない、大丈夫大丈夫、よしよし大丈夫大丈夫よ、安心して、皆さん安心して、私はまだ勝ってるよ。なんでお前、その程度か、お前それ切るなよこの野郎。やばい、潜って、潜って、スネーク潜って、何これ、何これ、潜って、大丈夫か、大丈夫か、食らってないぞ、全然食らってねえ、あいつ弱え、あいつ弱えぞ、あいつ弱えぞ。ちょっと待って、今蜂がたかっててえらい目にあったかと思いましたけど、意外と食らってないぞ。ちょっとやめえやお前それ、そんなやれ、あ、やばい、潜って、危ない危ない、どうやあそこに集まるみたいですね、あの黄色のやつに。あれなんかいる、上がってこいとか言うんじゃねえよ、うるせえな。よし行こう、登ろう、蜂弱いかもしれんぞこれ。そして構える、で撃つ、ちょやめえ、全然食らわせれないじゃん、撃ったと言ったの、
やめえ、ちょっと待って、えらいこっちゃで、これちょっと待ってよ。よしよし、で上に上がる、で登る、上がって登るよ。でも青、よし、暗い、早く、オッケーオッケー、クラッシュ、ダメか、結構クラッシュとんだけどな。なんか来とる、よし逃げる、とりあえず逃げる、オッケー。あれ穴があるよ、穴があるよ、穴が気になって仕方ねえぜこれ。ちょっと待ってよ、穴発見したよ、ちょっと待ってよ皆さん、穴発見したよ。ちょ穴入ってみます、穴行ってみる、穴があったよ今、ちょっと穴があったよ、今穴あったよ、どっかに、ここここ穴あった、穴があったよ、何これ。あ、なんかめっちゃ近くに出てもうた、めっちゃ近くに出てもうた、えらいおっちゃん、逃げて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 、あーあかん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 、あかん、戻って戻って戻って、危ない危ない、敵の目の前に出てきました、びっくりしました。わかりましたわかりました、これかな、そこじゃないよ、どこ、めっちゃ近く、俺よいしょ、あーもうやばい、危なかった、今食らうとこでした。ちょ待てよ、結構近くに出たな、これでも大丈夫だ、これで大丈夫なはずですよ。皆さん落ち着いていきましょう、登ってで登るで、よし構えて、くっそこいつ、なんでこれ、逃げる、了解了解了解、わかりました、大丈夫ですよ。でここかな、ここに今、よし行くで、登る登るで、登ってで、で行くで、回る、あーもうくっそこいつ腹立つな、こいつこいつ腹立つな、すぐ消えちゃう、ちょっと、わーなんか飛んどる、オッケーオッケーで、登る、どこどこで、登る、うわ全然こいつ、くっそこれずっとこれだな、どうすんだこれ、なんか武器変えてみるか、武器変えてみるか、あー待てよ、ちょっと待てよ、今いいこと思いついた、いいこと思いついたよ皆さん、ちょっとやってみよう、ちょ私なりに考えた、私なりに考えた技これだ、あれ超えちゃった、待てよ、どれを外す、スタンを外してこっちにしよう、で武器をスモークグレネードにして、でよしで投げる、どうで麻酔銃マイクじゃない、マイクじゃない、なんでマイクって言ったんだ今、麻酔銃どれ、これオッケー、でよよしでオッケー、強いじゃん、強い、こいつ強い、よしいけるよ、オッケー、眠らした、聞いた、倒した、倒したんじゃね、あら意外と麻酔が効いてない、踊っとる、うわキモ、大丈夫、お前蜂に刺されてんじゃねえか、蜂に刺されてんじゃねえか、なんか出た、口からなんか出た、あれ何、全然こいつ蜂使いじゃない、蜂に刺されまくっとる、あまたまたあオッケーオッケー、これ余裕だわ、ファンネル的なもの、まあこれ使おう、もう一回で投げる、で麻酔銃で、いや忍者かもしれませんね、確かにニンニン言ってそうな感じですよこいつ、よしオッケー、寝ろ、まだか、もうちょっとオッケー、いけそうオッケー、でまたスタン、スタンじゃないスモークで投げる、よいしょ、で、で麻酔銃どこ、麻酔銃どこだったっけ、これかな、これだ、で構える、オッケー、よし行こう、決めちゃおう、これで決めよう、痛み、これで決めよう、あともう一発、あ、くそ、またか、最後にもう一発食らわせたかった、
しかしこれでいけるはずだ。投げろ。よしよし、いいぞ。で出てこいって私出てるよさっきから。何を言ってるんだこいつは。え、何何、痛む痛む痛む、何のことだ。で麻酔銃、これで決めれるはずですよね。行きましょう。そうっすね、オッケー、決まりました。やりましたよ皆さん、やりました。このかっこいいねカモフラで勝ちましたよ。ありがとうございます。蜂だけにパチパチパチということで、この感覚ということで、この痛み、あ、これド M さん、もしかして。この痛みか、割と順調だ。お、ペインペイン言って死にましたよこいつ。大丈夫か、ペイン。ギャグやん。いや大阪のおばちゃん強かったですね。うん、何なんだろう今のペインって。あれ、いや、なんか面白かったですよ今ね。あれは上の穴が映ってんのか、水面に。なるほど、ということで和骨パチパチパチということで、赤丸さんいらっしゃいませ。よし、一応順調でしたね。思ったより順調だ。ちょっと体力を回復させてスタミナをと、ゲットしよう。スタミナ食べよう食べよう。ふごろ縛りでもやってるんですかということで、323番さんいらっしゃいませ。そういうのはねやってないんですよね。 なんでかって言ったら私がね下手だからなんですね。今日はねちょっと順調すぎてびっくりしてるんですけどね。まあ多分外に出たら結構えらい目に遭うんだと思いますよ。さてとりあえず回復はしました。でちょっといっぱいあるな、これ物がいっぱいあるからな。そうですね、前回私ね皆さんにひどい言われようでしたからね。じゃあ行きたいと思います。多分こっちで合ってんのかな。なんかボス明るさ戻してません。あのそのままですけど、結構こっちの方がいいかもしれないな。こっちの方がいいかもしれないですね、明るさ。もともとちょっと暗めだったのかもしれません。あ、ちょっと魚がおる。ちょっと魚うと、OK。いや、なんかありそうな気がするんですけどね。あら、しまった。で、これで、間違いじゃ。やばい。違う。オッケーで、オッケー、フィッシュゲットしたよ。で、あとはなんかありそうですよね。ペインさんがいたところどうやって行くんだろう。あとはペインさんがいたところなんかある。ちょっと俯瞰の位置で見てみよう。ペインがおったのはここら辺ですよね。あ、なんかある。あれどうやって取り行くの。え、ちょっと待って。あれゲットしたいんだけど、どうやって行くんだろう。あそこにねアイテムがあるんすよ確かに。どうやって取んのこれ。取りたい取りたい、これ取りたい。どうやって取るんだろうこれ。あー、見つけた穴ありましたけど、あそこ行くのかな。ちょ待てよ、一回マップ見てみよう。あ、なるほど、そういうものがもらえるんだ。じゃあ潜るで、どこ穴、やばい、穴が見つからん。ちょっと待てよ、もう一回戻って上に。オッケーオッケー、体力がやばいからな。本当に難しいな、ここら辺が難しいな。ん？アンダーサージってなんですか。アンダーだしアンダーだしー、なんとかなんとかなんとかとかいう曲ありましたけどね。その歌のことを言ってたんでしょうか。ちょっと待てよ、どこだったっけ。素晴らしいじゃないよ。ワコス、タコス、タンスということで、パンダさんいらっしゃいませ。ちょっとどこ、穴見つからんよ。どこ穴、なんかめっちゃ魚が増えた気がする。ここかな、あったあったあったよ。
ここかな。あれここだったっけ。なんか違う気がしてきたな。やばい、迷子だ、完全なる迷子。大丈夫か、これまずいな。うん全然意味なかった。穴を越えただけじゃないか。ちょ待てよ、どこにある穴。もう一個あるんですよ、どっかに。さっき見つけたんですよね。上そうリトルマーメイドの曲ですよね。アンダーだし、あれはいい曲ですよね。私もね、あのめいっ子の家に、めいっ子がっていうか、まあ、姉ちゃんの家なんですけどね、姉の家にね、行きますとめいっ子がね、いつもあれを見てるんでね、あのアンダーだしをね、あなのでいつも一緒に歌ってますということで、初見ですということで、343番さんいらっしゃいませ。あれどこだ、初見ですということでね、初見さんいらっしゃいませ。ちょっと今ねどこに穴があるのかなっていうのをね探してます。なんか穴が多分どっかにあると思うんですけどね。いや、あの今ね蜂を倒したんですよ。蜂を倒して、で次はその蜂を倒したボスのところになんかね、アイテムが落ちてるんで、そのアイテムをどうやって拾いに行けるんだろうっていうのをね悩んでるんですね今ね。本当にわかんないや、どっかに穴があったような気がしたんですけどね。穴ないのかな、違うな。ちょっと一回上上がって、あキングダムハーツが好きだということで、うん、一応キングダムハーツ私持ってるんですよ。あの 1.5D かなんかのやつで、だけどあれは放送ではやらないかもしれないな。面白いんですけどね結構ね。こっちかな、やばいやばい、スタミナスタミナ、いや全然ないぞ。どうやったら登れるんだろう、あそこ行きたいんだけどな。せっかく順調に倒した敵のアイテムだったんで、できればゲットしたいですけどね。あれどこだろう、本当に分かんないな。ここかな、穴開いとる、分かんないやこれ、どうしよう。でもアイテムが落ちるってことはやっぱ上に上がれるってことだと思うんすよね、なんとなく。違うのかな、一応食べとこう、お腹が空いてる。あ、アロワナ、そうっすね。いやなんか穴、おマジか、お前そんなピチピチしとるやつ、あら踊り食いしてるこいつ、アロワナやばい、くちゃくちゃくちゃじゃないよおめえ、やめろよお前、食事中の人もいるかもしれないだろう。あ、おいじゃないよ、なんかスピーディーイーティングですね、なんかすごいスピーディーに食べてました。つってました、言うてました。ということで、ワコーということで、クシャさんいらっしゃいませ。なんかすごいスピードで食べてましたね、リズムよくね、パク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 、クシャクシャ、パクパクパクみたいな。そうですね、ということでワコですということで、スネークさん食いから汚いですねということで、356番さんいらっしゃいませ。ちょっとね今迷ってます、監督迷ってますちょっとね。どうやって行くんだ、どっか上から多分落ちれるんじゃないかな。本当にわかんないや、穴が開いてるわけじゃなそうだしな。あったあった、道あった道あった道あった、お待たせしました皆さん、わかりました、ここですここです、多分ここだ。オッケー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 、ということでバスルームへ行ってらっしゃいませパンダさんね。よし行きましょう、ここだここだ、裏技裏技裏技見つけたよ、裏技見つけたよ。でここ行ける、ジャンプ、何が正解ですか、落ちましたよ。ちょっとどうすんのちょっと待って、待って、バツ、あれか、ローリングだ、ローリングするんじゃないかな。いやローリングじゃないかな、ちょっと待って、あれ、和光久々に来ましたということで、ベホマズンさんいらっしゃいませ。ただいま、メタルギアソリッド3スネークイーターの方やっております。
ローリングって三角だったっけ、三角だったっけ、バツ、オッケーバツだ、オッケーオッケー、いけるいける、よしよし、で、いくよ、イエス、オッケー、来ました、ゲッツです。ユニフォーム、ホーネットストライプ、来た来た来た、やったやったやった、めっちゃ嬉しいなこれ。よし、ちょっと来てみましょう、皆さん来てますよ、来てますよ、ホーネットストライプ、どんなんなんだろう、どれどんな、なにこれ、普通じゃん。ということで拍手の方ありがとうございます。ということで378万さんいらっしゃいませ。普通ゴマだれはそれゼルダ枠ね、普通だワコヘビーということで310万さんいらっしゃいませ。普通だな。あ、そうなの、蜂に刺されなくなるとか言ってる方いらっしゃいましたよ。よし、じゃあこれでいこうかな。あ、かっこいい、あ、いいね、監督っぽいじゃん、こっちの方が監督っぽいじゃん。あ、いいね、これ、これでいこう。これかっこいいじゃん、これ。よし、これでいこう。よし。まあ、しばらくは別に敵に会っても大丈夫だと思うんでね、行ってみましょう、これでね。うん。いや、かっこよくないですか？マジか。まあ、でも行ってみましょう。あ、そうなんだ。そういう裏コーナーがあるんでね。ということで、390番さんいらっしゃいませ。まあ、隠れてはいくつもりなんでね。おまわりさんこっちですとか言わないでください。おっと危ない、よし行くぞ。あ、これ多分敵がそろそろ出てくるな。じゃあそろそろ敵が出てくるんでちょっと変えよう。でもこういう格好でクリアしてる人いたらかっこいいな。全部この科学者の服でね。そうっすよね、なんかヘタレですよ、私はヘタレだ。それぐらい皆さん知ってるでしょ。よし、でこれでいこう。よし、じゃあ行きましょう。でこっちかな。あ、そうなんだ。自ら学校悪くないよ。ムービーに合わなさすぎとか、そうかな。かっこよくないですか。なんかそういうゲームじゃないのにそういう格好で行くっていうのはなんか私はかっこいいと思うんですけどね。科学者ユニフォーム縛りとかいうのねやってくださったらかっこいいと思うんですけど。何何の音、 UFO UFO、 そうみたいですね、いろんなユニフォームにそれぞれなんかあるみたいですね。あ、いいですね、スーツとかいいじゃないですかね。メタルギアソリッドなのになんか47さんみたいな格好で行くとかね。あれなんだろう、 UFO が今飛んでたような気がしたんだけど、なんだろうあれ。当たれよ、オッケーオッケー。なんかおるねこれ、なんかおるよこれ。これ何、何これ、え、何今、なんか倒しちゃった、珍しい色でしたよ今。ちょっと待って、あ、そうなんだ。なんでタキシード仮面ごっこさせるんですか。ちょ、今何だったんでしょう、ちょっと食べてみようかな。ちょっと待ってよ、今すごい色取りましたよ。やばいこれ、やばい気がするこれ。いちごや毒がもうな、名前に毒がついてますからね。食べてみよう。じゃあ毒だ、やばい、あーやばいやばい、食中毒起こした。なくそ、騙されたこのリスナーどもが、この野郎騙しやがったな、この野郎、この野郎騙しやがったな、この野郎。くっそまあとりあえず直しておきましたので大丈夫でしょう。よし行きましょう。はいはいはい、あ、D メド、なんかいろいろ、あ、フロート、なんかフルーツと、なんか食、あ、なんか回復、オッケーオッケー。なんで私がそんな雨降らしたみたいな、雨降らしみたいなことしてるんですか。そんな私ポケモンじゃないんでできませんよ。バカはもう治りそうにないねということでね。そうですね、大人の階段登るですね。はい、なんですか、直剣パラメディックとの着信通信はもうしない。あ、そうだ、しようしよう、してみよう。パラメディック、ちょっとまあ今日はね、まあ順調なんで、ちょっと、いや、そんなことないですよ。アロワナをキャプチャーしたの、はい、アロワナは捨てれますよ、後で捨てときましょうかね。じゃあね、古代魚よ、はい、
大きな魚だから生け捕りにはできないと思う。なるほど、生け捕りにしたらよかったな。古代魚はいわゆる生きた化石、デボン紀やジュラ紀の形から形態が変化していない魚のことよ。分かりました。はい、すみませんでした、申し訳ございません。アロワナの他にもシーラカンスやチョウザメ、なんかいろいろ言ってますよ。ナイフフィッシュなんかが古代魚として知られているわ。大人でしょう。地球上のほとんどの生物が多様な進化を見せているので、大人じゃないかな私。何億年も同じ形を保ち続けてるなんて、ね、アロワナっていうのはね、その生きた化石みたいな感じなみたいですね。そんなことはない、古代魚は好きだ。そうですね。どうして？なかなかうまかったからな。そうですね。いやそんなこと思ってないよ。私あんまこのパラメディックさん好きじゃありません。ロシア偽番号を取ったのね。うん、ロシア偽番号は結構あれですよ、放送と大して変わらないと思いますけどね。うん、卵型の果実はマンゴーみたいに匂いもよく甘酸っぱくて美味しいらしいわ。生でしか食いませんよ、こいつ。胃腸の調子を整えるさっきのやつ、胃腸薬ってやつ、これでなんだ。お腹を壊した時には役に立つかもね。うん、マンゴーも取れちゃいましたよ。マンゴー高いですからね、宮崎マンゴーとかね、1個2万とかしますからね、高いですよね、あれね。レーションを手に入れたのね。うん、それだいぶ前だけど。レーションはソ連の軍用携帯糧食よ。あ、そうなんだ。あまりうまいって話を聞かないんだが。実際そうみたいね。うん、そうか。贅沢言わないで、保存には適してるんだから。うん、レーションはいくら時間が経っても腐ったりしないのよ。あ、そういうこともできるんですか。栄養価もそれなりに高いわ。ヤブカマカラ、そんなんもあるんか。もう好きにして飽きられちゃいましたね。ちょっとさっきのあのスタミナがどれだけ残っているかは、うん、ライフゲージの下にあるスタミナゲージを見ればいいわ。あ、そうなの。それ分かってますよ。メディカルサポートみたいな意味ですよね。パラメディックなんで。ライフの自然回復速度も遅くなるし、パラってのはそういう意味があるんだね。手ぶれも大きくなるわ。O2 ゲージ、ドリアン臭くて食えない。グリップゲージも短くも。ドリアン食べたことないんですよね。消耗度によっては、皆さん食べたことあるんですね。作戦行動にも支障をきたす場合も出てくるんですよ。こういうなんかスタミナを回復するようにして、なんていうんですかね、サバイバルゲームとか好きな方も多分いらっしゃると思うんですけど、どうなんですかね。そのエリアにはタイコブラがいる。タイコブラ。タイコブラはとても強い神経毒を持った大型の毒蛇よ。噛まれないように注意して。よく。パラメディカルの人みたいなことを言ったりするんで、看護師の人とかは多分そういう意味なんじゃないかな。中国南部に生息するヘビなの。どうなんだ。おそらくペットや研究用に連れてこられたのが逃げ出して野生化したんでしょうね。食用じゃないのか。なんですって。え、食用に連れてこられたんじゃないのか。そんなわけないでしょつまりまずいってことか。そうじゃなくて、はい、うまいとかまずいとか以前に食用としてヘビを飼ったりはしないでしょ。なるほど、つまりうまいかもしれないわけだな。結構雑談するみたいですよ。なんか自分で確かめて。でも結構話が長いんですよ。そのすごい話が長いんで、できるだけ、あ、これその辺りにはさっき食べたやつ。イチゴやドクガエルが生息しているわ。うん、イチゴやドクガエルは中南米の熱帯雨林の。さっき食べたやつですよ皆さん。なんて言ってくれるんですかね。普通は2センチから5センチくらいの大きさらしいんだけど、うんうん、そこにいるのは何かの理由で巨大化しているみたい。放射能のせいじゃないか、巨大化。イチゴやドクガエルはプミリオトキシンと呼ばれる、怖い、強い神経毒を、神経毒を持ってる。食べちゃった。昔の人はその毒を嫌に、うん、結構何でも食べちゃいますよ、うん、食べたら食中毒を起こすから気をつけて知ってる知ってる。聞きたいか。聞きたいか。分かったからいい。食べちゃっただいぶ引かれちゃいましたけどね。まあでもパラメディカルの人とね話のほうできました。うん、なぜ知ってるのみたいな感じで出ちゃいましたけどね。食べちゃいましたからね。で、マップを見てどっち向きに行けばいいか。そうですね、かっこいいっちゃかっこいいですけど、何でも拾って食べちゃうみたいなね。これスネーク都会に来たら本当にえらいもん食べそうですよね。プラスチック食べちゃいましたみたいなのがね、なんか言ってそうですけどね。よし、そうですね、パラメディカルの方結構スネークとねだいぶ、馬が合ってきたんじゃないですかね。ちょっととりあえずなんか捨てとこうかな。アンラになってシギントに話がどうなるの。ああそうなんですか。それぐらいの判断はできるんですね。申し訳ございません、皆さんに怒られてしまいました。ちょっとね、どうすればいいんだ。まあとりあえず今は食べ物は結構いっぱいあるんで取らなくていいということで、でこっちのマップで二手に分かれとるんで左に行こう。左が行き止まりみたいなんで、ちょっと待てよ。あ、なんか、うわあ、
そったれが。まだまだ騙されたよこの野郎。クレイモアでしたよ。すいませんでした。くっそくっそ、やっぱりじゃないですよ。ということで473番さんいらっしゃいませ。くっそだよ。もうせっかく今日気分がよく皆さんとおしゃべりしながらできてるなと思ってたらこれですか。やけどしちゃいましたね。ちょっと回復しましょう後でね。 OK 取った。でこっからはね敵がいますから気をつけましょう。ダサすぎワロタ言わない、ちょっと悲しくなっちゃう。とりあえずやけどしたんで直そう。やけどやけどこれやけどやけどやけどこれ OK 直った。よし行こう。よし、こっから気をつけていきますよ。監督最新の注意を払っていきます。こっからが本当の戦いですよ。うん、へちゃいということで、まあ皆さん言われますけど初見ですからね。いや仲間でしょ。違うの、悲しいこと言わないでくださいよ。私のリスナーさんは仲間ですよ。うん、違うのかな。まあ行きましょう。ちょっとこの話話してると悲しくなっちゃいそうなんで行きましょう。で回復もしたいんだけどな。隣のそうですよボウということだ。はい、あそんなに大雨なんですか、大丈夫ですか。ということで和骨ですということで483番さんいらっしゃいませ。あ光ゴケ、光ゴケゲットしとこう。あダメか、フードがフルだ。まあいっか。じゃあ何かを捨てる。いや結構いろいろ頑張ってますけどね。え何仲間ならもう雨どうしよう。じゃてるてる坊主ね吊るしときますね。てるてる坊主吊るしておくんでそれで許してください。でこれマイクはもういらんな。なんで迎えに行かないといけないの、バレちゃうじゃんいろいろ。ででこれで投げる。オッケーオッケーオッケー、行きましょう。じゃあわかりました、回復作りますよ。大丈夫ですよ皆さんのためにね。てるてる坊主でね、窓際に釣っておきますから。いやそんなことないでしょ、さっきあそこ爆弾ありましたからね。気をつけていかないと本当にやられちゃいますからね。よしで、なんで5万個。いやホークが一番安心ですよ皆さん。これでねクレイモアあっても、いやしますよ、なんてこと言うんだ。私はね意外とそういうところは優しいんだしね、豆なんですよ。豆な男ほどモテるって言いますからね。皆さんもね、そういったね豆な心遣いができるような男になってください。まあ、女性の方はねそういう豆な男は好きって言いますから、違うのかな。でなんかこれなんだろう、穴があるんですよね。あ持ってますよ、わかりました。モデル幻想、いやそんなことありませんけど、これ下だ何なんでしょう。これいけるかな、いけるのかな、ちょっと行ってみる。あれ違うの、ちょっと違うかな、崖っぽいですよね。初見、豆の男と聞いてということで501番さんいらっしゃいませ。いやダメっぽいです、これはダメなやつだ多分。あなんか落ちとる、危険な香りがする。あれあこれ私投げたやつか、さっきこんなとこまで来てたんだ。でおいけそうですよ皆さん、行けばわかるさとか、そのかあの猪木みたいなこと言わないでください。で立っていく、よしよしよし。いや驚いちゃいましたけど、あ来ましたよ。あ何マングローブ、マングローブだ、なんか言っとったな確かに、なんかマングローブがなんとかなんとかとか言って。じゃあ私がね思いついた作戦いきましょう。ちょ待てよ、ゴールはねなんか研究所に行ってるんじゃないかな。研究所に行けって最初にね言われた気がします。エヴァさん、エヴァさんね、あエヴァさん、そうそうエヴァさん、エヴァさん、スタングレード、これでね多分ね、わかりました。でもね私はねもうこれでやれると信じてますからね、これでいけるんじゃないかな。
やばいやばい、人がおった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 、マジか。人おらんかと思って投げまくってもうた。ちょっと待てよ。ちょっと待て、ダメだダメだ、ちょっと待てよ、大丈夫かな。おやばい、人がおる人がおる人がおるよ。あれ誰だ誰だ、ちょっと待てよ。麻酔銃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 で、オッケー、落ちたんじゃない？よし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 、うん、倒したよ倒したよ、しゃがんで、ん？いや息大丈夫でしたよ、間に合いました。これとりあえずゼロになるまで落ち着いて。いやでもなんか結構ゲットできたんじゃないかな。いけんのかなこれ。いやこれしゃがんだままいけない。あそうなんだ、そこらへん気をつけないといけないですね。なんか光っとんだよな、怖いな。カモ裏確か低いなこれ、登ってくれないし。あそこに光だけっぽいのがある。あ、あれケロタンだケロタンだ。これ撃った方がいいのかな。まあいいや、撃っとこうか。オッケーオッケーで、オッケーでしょ。でナイフにしていく。これめっちゃ低いな。ちょい、カモフラ、カモフラ変えよう。なんか確かね、ウォーターってのをゲットしたんですよね、確か。ゲコゲコ言うてましたけどね。こっからが結構大変そうだな。ウォーター。来た来た来た、45%! 来た、これゲットしといてよかった。これゲットしといてよかった。よかった。皆さんこれ、だいぶこれでやりやすくなるんじゃないかな。はい、ということで、和骨です、監督ということで、野田さんいらっしゃいませ。よし、行こう。結構結構言うてましたけどね。ちょっと待てよ、大丈夫かな。ここ一方通行、ちょっとははバタ足バタ足。オッケーオッケーオッケー、一回顔上げて。よし、これなんかおるね、絶対なんかおるねここね。ちょマップを確認して、いね、息危なかったですね。ちょっと待てよ、これ直進しかできないのかな。直進する感じ、直進と信じて行くか。じゃあそうなんですよね、息のゲージちょっとちっこいですけどね。行きます行きますよ、よしこれで行く、行けるはず。なんかあるなんかあるなんかある、カフ誰もらんよ誰もらんよ。いややばい、なんか見つかっとるよ、なんで。やばいやばい、潜って、よし、泳いで泳いで泳いで、早いで早く早く早く泳いで、よし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 、オッケーオッケーオッケー。 UFO いましたけどね、1台倒しましたけど。よし、これでオッケーだ、行ったんじゃないかな。これでだいぶ順調ですね、前回とは大違いだ。よしよしよし、これがなんかクレパスの先に確かマングローブがあって、その先に研究所があるって言ってましたからね。イベント逃げ、そうなんですか、すいません知りませんでした。542番さんいらっしゃいませ。あ、そうなんだ、ジエンド話せ、博士いかんぞ。あ、そして出てきたボルツ大佐と、まったく、何度言えばソコロフの女、ソコロフの女が、あービリビリおじさんですね、ターニャって言うんですね。あれエヴァじゃないでしょ、あれエヴァなの。お前が抵抗するたびにこの愛人が痛い目に遭う、ピカチュウって呼ばれてんの。こんな顔なのに、ボルギン、そうボルギン大佐、なんということでしょうか、えらい目に遭ってますよ。え、ターニャがエヴァなの。あ、ターニャがエヴァなのか。似てないかな。
似てると思わないんだけどな。やばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。あらら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 、なに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 、ストッキングが破けちゃう。セクハラ、揉むなし、エヴァ。いや揉んだの、あれ揉んでないでしょ。セクハラですね。いや、なんということでしょうか。待て、お、お前売国度、売国度、来た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 、脱線やつ来ましたよ。ストッキングは破るために存在するもの。そうなんでしょうかね。オセロットさんです。オセロット、セクハラだね。お前の運を試してやる。いや趣味じゃないよ、ちょ待って、ここ好き、よく見て、黙っとこうか、じゃあよく見て、オッケー。レボリューション野郎来ましたよ。この3つの銃のどれかに若くなってるだけです。一発だけ実弾が入っている。ええ、続けて6回トリガーを引く。モルモットさんじゃないよ、オスロットさん。いいかいいか。おっと始まりました。この人銃の扱いはすごいんですけどね。計算できるアピールじゃないみたいですよ今回は。あらららら、漏らしちゃった。まだ運があるよ。すげえ、ボスすげえ。戦場で運を当てにするな。ボスすげえぞ。銃、当たりの銃のところ知ってた。そしてボルキンスは大喜び。かっこよすぎ。ちょっとボスかっこいいな。ああ、勝手な真似はするな。あ、怒ってる。奴は我々コブラ部隊が処理する。あ、コブラ部隊って言ってるんだ。山猫部隊とコブラ部隊。女とは思えない。そうっすね。ただいます。でパンダさん、お帰りなさいませ。いや、いいじゃないですか。ここいいですね。私もここを気に入りました。CIA の犬は片付いたのか。CIA の犬っていうのは、やられた。なんだそう。怒ったら怒ったら、ボルキンスが。すげえ怒り方。怖え。CIA の犬というのは、もちろん私、スネークさんのこと。ガキとはいえ、やはりザ・ボスの弟子だ。そうですね、今日は12時までですよ。残り30分です。楽しんでいきましょう。残りさね、いや切れすぎはロッチですよ。裏で手を引いているかもしれない。早い方がいい。最終試験の前に消してくれ。あれ、最終試験の前、何の最終試験、あれかな。彼らに任せる。何、彼らって誰だ。お、出てきた出てきた出てきた。一番気になっとったやつ、あの目が変な方向見てるやつだ。これザ・フィア、任せたわ。ザ・フィア、ひぃー、水の上歩いとる、水の上走っとる。あかんあかんあかん、こいつあかんやつや。こいつあかんやつや。一人なの、このじいさん。ずっと寝てるが大丈夫。この人はずっと寝てるが大丈夫。余命のエネルギーは戦場のみに使う。なんなんだ。ジエンドは普段死んでいる。マジで。時が来れば目覚め。お前死んどんか。死んどんかこいつ。キャラが立ちすぎだろこいつ。そして死んどる言うてましたよ。ジエンド。あ、これで奴はジエンドだ言うてますね。なんかあれみたいですね。あの仮死状態になるやつ。あの熊なんとか熊谷だったっけ。来い、ソコロフの愛人、ね、来い、ソコロフの愛人ということで、雨が上がるまでターニャっていうらしいですけどね。なんかリスナーさんからエヴァなんじゃないかっていう意見も出てましたけどね。私は分かりません。あ、少し優しくしてますね、ボルキンスさんね。雨が降ってきたからみたいなね。
あ、そういうことなんでしょうかね。優しさじゃないんですかね、ただ単に。そしてザ・ボスが周りを見ている。この近くにね、スネークがいると分かってるんでしょうか。ザ・ソロいるの？なんかおる。こいつ誰？後ろにおったよ、誰か。ザ・ソロ、ソロって誰なんだろう。ウィルキンソン、誰のこと？ウィルキンソンってなんだ。ソロって言ってましたよ。スタンドだ。誰のことだろう。スタンド？確かにスタンドみたいでしたけどね。ストーカー。ストーカー、いや、あんなにザ・ボスの背後取れるやついませんよ。ちょっとおじいちゃんを切っ破すんすよ。おじいちゃんかえいや、まあいいんですよ。おじいちゃんはああいう風な扱いをされるために存在してますからね。どうすりゃいいんだろう。え、ジ・エンド、え、普通にジ・エンドおるよ。これ大丈夫、ちょっとセーブしとこう。ちょっと待って。なんか左上の見て。わかったわかった、スナイパーでね。ちょっと待ってよ。そうかもしれません。撃っちゃいましょう。倒しましょう。ちょっと倒そう。セーブする？まずセーブしとこう。よしよし、セーブしときましたよ。ちょっと疲れたんで少しだけ。もういない。え、マジで？もういない？嘘？もういないの？うわマジか、もう帰っちゃったのか、終了したのか。まあいっか、まあ、また、多分戦える時は来るでしょう、うん。あ、おじいちゃん帰ったの？おじいちゃん帰っちゃいました。ちょ、帰っちゃったみたいですよ、スネーク。あ、しまった。飛ばしちゃった。あ、前に聞いた。天文学者が目撃した隕石が、実はエイリアンの宇宙船だったの。彼らは町の住人を密かに分身とすり替えて、宇宙船の修理を手伝わせる。ナチュラルビジョンの効果が面白くって、ナチュラルビジョンならもう見飽きてる。違うのよ、スネーク。メガネをかけると、映像が。え？マジで？私のこと見てんのかな、小島監督。違うのよ、スネーク。メガネをかけると映像が飛び出して見える 3D 映画なの。ちょっと目が疲れたけど、なかなかの迫力だったわ。最近あまり見かけなくなっちゃったけど、いつの映画なんだ？まだ学生だったから10年くらい前？それじゃあ見ようかない。家庭用 VTR だって出回り出してるんだもの。いつか昔の映画が好きな時に見られるようになるわ。家に映画館があるみたいにね、ということで。映画館が？例えば映画のフィルムが掘り込まれたレコードがあって、それを好きな時にかけることができるのよ、音楽みたいに。そうか、この時代は古い時代なんで、設定がね。どうやら DVD とか、VHS とかね、そういったものがない時代みたいですね。ブルーレイとかね。まさかって言ってますよ。そうだ、主人公を、自分で動かせるようなものもできるかも。まるで魔法だな。ゲームのことですね。テレビゲームのことだ。きっと実現するわよ。長生きしてね、スネークと言ってます。よし。一応セーブは終了しました。で、ちょっと私休憩しようかなと思ってるんですけどね。少しだけ休憩させてください。ちょっと疲れました。うん。ただし、ステルス迷彩は作れる。ということで、544番さんいらっしゃいます。ちょっとだけ、ゲームに疲れちゃったんで、少しだけ休憩していいでしょうか。プレステ4がね、出ますね。来年。帰っちゃいましたけど、まあ仕方ありません。ちょっと休憩します。すいません。ちょっと音楽かけますね。よし。いやーでも面白いですね、やっぱね。メタルギアソリッド3、はい、スネークイーター HD エディション。うん。ちょっとだけ休憩させてください。すいません。ちょっとタバコ休憩と飲み物を飲ませてください。かっこ悪いスネーク。いやー、スネークが広島ファンになってる。いやー。カープわらわら。いや、私がカープファンだからです、すいません。うん、私はカープファンなんでね。いや、っていうか、あ、そういやドラフト会議ね、昨日ありましたけど、広島ね、なんと1位指名ゲットしましたよね。なんかスカウトの方泣いて喜んでましたけど、うん、来年再来年ね、楽しみですよね。これひどいよなって言わないでくださいよ。まあちょっとコラもね、ちょっと帽子の方、ヘルメットの方少し、カクカクになってますけどね、許してください。